どうも、キヨキングです。皆さん、帰ってきましたよ。あの極悪非道のトロール制作者、テルルという人間が、任天堂に赤バンされてマリオメーカー2が遊べなくなっても、また新しいスイッチを買ってトロール制作をするという、証拠りもない人間なんですよ。ただそんなテルルさんにも、僕がいつも動画でテルルテルルとうるさいから、たくさんのファンがいるみたいなんですよね。非常に不愉快。え、なにこれ、喧嘩売ってる動画、この動画。まあそんなもてるるさんのコースと遊んでいきたいと思います。てるるずトロールレベルということで、説明文に初投稿です、1時間で作ったのでそんなに長くはないですって書いてるんだけど、1時間でトロールコース作るってめちゃめちゃすごくない？ただてるるさんよ、僕と君の中で低クオリティだったらはっきりと低クオリティって言わせてもらうからな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.92% でさ、このコース名てるるずってついちゃうやんか。だからドラクエの主人公の名前とかてるるって自分パターンの人だよきっと。もうやめとけって、自分の名前入れるのは中3ぐらいまでにしとけって。僕は高3ぐらいまで入れちゃったけど、さあこの恋取っていいのかい？ダメだよ、分かってる。だから取った瞬間すぐ左に行く。外枠ずらーらーそんなにわかんなくてもいいじゃんか。別にいいと思うよ、主人公の名前がテルルーってか。でもさ、でもドラクエの主人公って言ったらはいと家しか言えないもんね。だから今度から僕の動画にコメントするとき、はいと家しか書いたらいけないもんだ。みんなごめん、テルルさんのコースやるときって友達のコースやるみたいでめちゃめちゃ楽しいんだよな。いや全然楽しくなんかないんだから。テルルさん、これが友達にある仕業か？残酷すぎやしないですかね？いい加減せー。このコース低クオリティというか基地クオリティですね。じゃあ左を進化してバネを回避で、ここでバネを投げれっていうことなんかな。絶対そうだよ。だからここでバネを投げた瞬間すぐどかに入る。バレー、少し早すぎたんだと思いますよ。だからしっかりとバネを乗っけてから土管に入る。なんか今魚が降ってきたのが見えましたけど、気のせいですかねテルルさん。なのに僕は引かれませんよ。いやテルルさん、テルルさんじゃねえ、モグラ引こうじゃないか。ちょっと間違えたんだって。テルルさん、モグラと間違えてごめんよ。このモグラとテルルさん間違えるってちょっと失礼だよな。まあいいや、テルルさんで引こうじゃないかテルルよ。そしてさらばだ、いなくなってしまう。いや気持ちいいね、テルルさんを倒した気分だよ。あの突き取らなくちゃいけなかったのかな。いやでも上に土管が見えるね。この土管に入っていこうじゃないか。いや右か、右か正解。土管に入れませんね。魚、今度からこのチョロプーのことをテルルさんって呼ぶことにするわ。いや反対の方がいいのかな。テルルさんのことをチョロプーって呼ぶのがいいのかな。まあどっちでもいいや。さあ上の土管に入っていこうか。で1時間で作ったって言ってたから、もうすぐ終わりなんじゃないかな。え、まだあんの？1時間でこんな長いコース作れる？じゃあおう、君に届け。でさ、さっきも言った通りテルルさん赤バン食らってスイッチを買い直すことまでしてるから、もうバグとか怖くて投稿できないと思うよ。ってことは正々堂々勝負できるということだ。そんな君にもう恐怖なんてないんだよ。ぬるいぬるいよ。このくらいの罠の量じゃ僕をちっとも満足できないね。ジャパンを叩いて何もしないでいいのかい？そしたらこのパックンはいなくなってくれ。上から何が落としてきても無駄なんだよ。魚なんかに引っかかるか。いや今のなし。怖いよ。誰がこのテルルという狂った人間を止めてくれ。こういう人を殺めてばっかりの人間なんだテルルは。ガタガタガタ、うるさいな。右のやつは僕と一緒だ。さあここはドアに入ろうか。ドアに入れねえじゃねえか。うん、まだどのタイミングでジャンプすればいいか分かってないのよ。適当にジャンプ連打してってみようか。それでいつかはかわせるみたいな。学習ロックやるなんて聞いてねえよ。うわ、ゴールあるじゃねえか。だけどまあ悔しい、ここで引っかかったの。ここよく見たらさ、下ブロックねえじゃねえか。じゃあ左に行って、絶対なんか来るよ。上から何か落としてくるんじゃない、魚とか。チャッとか言う音に気をつけようか。おら、来た来た来た。おほほほ、サマーねえな、出る。つてるらー、次こそ絶対にゴールするぞ。どの辺に魚落ちてきたっけ。こっから落ちてくる。で、左に行って何もしなかったらいいでしょ。隠しブロック出てきたもんだ。よしよしよし、やったー。いや、1時間でこのクオリティはマジですごすぎでしょ。いつも楽しいコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。花と共に。で、今日はトロールコース短かったからいろんなコースやりたいと思います。そんで、この花ちゃんのサムネめちゃめちゃうまくない？で、説明文に花に合わせてジャンプで調節。スターを取ったら急いで花を倒そうって書いてるから、花ちゃんを踏み続けていくようなコースだと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.66%。で、僕ね、いつもトロールコースと一発マリオで大体終わってると思うんだけど、いろんなコースやるのが好きっていう
ていう方もいるんだよね。みんなどっち派かなと思って、さあ始まった。で時間は30秒しかないのか。でこのドクロリフトに乗ってって、失礼、見苦しいところをお見せしてしまいました。走って乗れっていうことだね。でこのまま勢いで行っちゃっていいのかな。え、あの花ちゃんに乗り続けるんじゃないの、これ。ちょっと花ちゃん待って待って、かっ面白いこのコース。なるほど、そういうコースね。分かった分かった、このコースは花ちゃんから遅れを取るなっていうコースだね。だからノンストップで行かないと間に合わないみたいな、そういうコースだよきっと。いやこれめちゃめちゃ計算されてるな、めっちゃ面白いよこれ。新手のスピードランみたいだね。さあここちょっと見る、よしよしよし、いやもうね、分かっちまえばこっちのもんよ。ここは春ちゃん踏めるのか、さっさ来いよ。早すぎてもいけないみたいだね。だからちょっとした速度調整をしなきゃいけない。この次のブロックのところで一旦止まってみる。ここ遅く行ってみようか、これで踏めるんじゃない。もうちょっと遅くしろってこと。多分ねこのコース速度調整が難しいコースだよ、だからクリア率が低いみたいな。この辺でどう、よしよし、待って待って、このスタートで春ちゃんの場所に行けるとか、いやいやこれ本当に楽しい、さすが週間ランキング上位のコースって感じだね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、キングバザーズファイナルスタンドということで、ボスバトルってなかなかしないからさ、今回やっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1% で、説明文にレッドコインイコールボーナスって書いてたけど、集めれたら全部集めるわ。もし難しそうだったら無理かもしんない。まあね、やれるだけやっていきたいと思います。さあここらハテナはコイン、これはアイテムじゃん。でなんかいいねこの雰囲気、ボスバトル開始って感じで、最初はブンブンかなんかと思ったら想像と全然違うんだけど、え、これがボスなんかな。分かった分かった、これさボスっていうより多分ね、いろんな敵キャラを倒していけっていうコースなんじゃない、多分そんな感じがするね。で左はピンコインがある、あやっぱりね、敵を倒したら右に進めたよ。そしてこれもアイテムかな、ファイヤーフラワーまで手に入れたら僕はもう無敵だよ。さあ行こうじゃないかマリ。であそこにもピンコインあるな、これ取れるかな、ここでジャンプ、マジ上手すぎ、先行き不安すぎさあここもドクロリフトがちゃんと落ちて、ここでジャンプすれば大丈夫さ。いやこれちょっと難しいよ、この地球ブロック1個のところめちゃめちゃ鬼畜じゃない。さっきファイヤーフラワーの状態で来れたけど、今度はチビ状態で2回も当たってしまったんだよね。だからここをチビ状態で行けみたいな、あっさー、よし戻ってきた。今度はファイヤーフラワーがあるからめちゃめちゃ熱いよ、上のファイヤー当たってもいいもんな。なるべく当たらないようにしていきたいけど、よしうますぎ。で次もちくわブロックか、このちくわブロックシリーズいいってめちゃめちゃ難しいから。でちょっと長くない、あのちくわブロック。でも今度は上からファイヤーが出てきてないから全然余裕、オッケーオッケー。そして今度はドクロリフトか、やっぱり下に下がると思ってたよ。でピンコインは全然ないな、あ右に、あ中間ポイントあじゃん、うわどうしよう、これさ先に下のピンコイン取った方が後で取らなくていいんだよな。右から行ける、右から行けるね。だからこのファイヤーフラワーの状態であのピンコイン取っておこうか、頼む取らせて、ダメー、もう当たってもいい覚悟で乗ろうか、当たって取れ、もう取らんでもよくない、あのピンコイン取ったから何なんだ、最後に鍵ドアがあって息アップがたくさんもらえるステージに行けるみたいな、そんな感じでしょ、何も意味がないんだよピンコインを取っても。でもそんなんじゃいけないよな、僕は絶対取ってみせるよ、当たってもいいんだ、キャもう絶望的やろ、ここチビで抜けろってさ。いやこういうピンチの時が一番いけるんだ、ここから右にちゃん、意外と簡単やったー、やっとここを超えたよみんな。さあもうボスが来てもいいよ、もうクッパ様お出ましなんじゃないの、頼むこの動画の先クッパ様がお待ちかねではないな、うん、またこの中ボス的な感じかな、これ全員倒せという感じでしょ、まあ、今度は全然楽勝なんじゃない。ただ床がないな、一応この青ブロックのところが危ねえ、 OK 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 でこれで先が開くと、で次はまたなんか難しそうなコース来たぞ、一回中ボス倒したらこういう難しいコースっていう感じなんじゃないかな。え、ピンコイン下降りちゃん、これ下取れる、よっしゃー、ピンコインを取るじゃん、そしたら左に戻った方が行きやすいかもしんない。でこっからジャンプして右のドクロリフト乗るみたいな、そしてまた右、いや当たっても当たってもいい、取れただけまだいいよ、そのためにキノコがあるってもんだろ。で次は上にトゲピーがいるけど、このトゲピーを持ってまた全員倒せってことかな、なんかそんな感じがするけど、また右もトゲピーいるね、振らしておいて、でこの踏んで投げてプーを倒す、いやここはそんなに難しくないよ。さあそろそろ中間ポイントあってもいいよ、それかクッパ様のお出ましかい。で次はこれアイテムなんじゃない
うわ待ってくれってまたこのちくわブロック、しかもオートスクロールも来てんじゃん。だからそんなに考える時間ないみたいな。いやもう当たってしまうよな絶対あそこ。あぶねえ、ここもいいあんじゃん。でこのカノンのこらちょっとこいつをどう倒す、先に倒しておこうか。えこれどうやって倒すんだろう、これ落として倒すみたいな、なんかそんな感じっぽいな。だからカロンを一旦右までやっておいて、骨が邪魔だけど、でこれを落として倒せば大丈夫みたいな、そんな感じなんかな。まあ一旦このピンコイン取っておこうか。いやうますぎ、このピンコイン取っておこうかで取れる人間なかなかいないよ。きっと僕だけだね、マリオメーカーやってる配信者の中で。過言しすぎなんだよ、過言じゃねえ、過信しすぎなんだよ。さあこっから右に開いて、多分ねそろそろ本当に中間ポイントが来てもいいと思う。難しそうだ、来た。あとピンコイン2個か。えあれ取れる、これドクロリットが行くみたいな。いやもう考えてる時間ねえな、頼む。いいよいいよ、よろしくお願いします。黄色い場所に行けばいいのかな、この場所でとどまっておく。で次は見えねえな、そろそろ中間ポイントマジであってほしい頃なんだけど。次も黄色の場所で良さそうだね。オッケーオッケー。また全員倒せみたいな、そんな感じ。ちょっとお前はやめとけ。あ上からハンマー持ってきてる。ちょっと待って、お前そんなに現実でやってみろ。ただの殺人犯だからな、ただの殺人犯だからな。やめろやめろ、そのハンマーだけはマジでよして。え、あの上のクッパどうやって倒すんだろう。ねえ、あ、来たね。もうやめろってそのハンマーマジでチートだって。キノコがないのかマジで頼りで。え、こいつ倒せるかな。よしよしよし、あと1回、あと1回でいいんだ。右まで来てくれ。ここまで来たら多分鍵を手に入れれるはず。オッケー、やった。さあこれで最後の中間ポイントが取れるっていう感じなんじゃない。さあこのハテナは、お、アイテムあんじゃん、ナイス。で左はコインで中間ポイントゲットからの一キャッパーいらない。さあここでクッパ様のお出ましっていうことだろうね。そうだろうと思いました。でこれ全部当てろみたいな。え、これなんとかさ、お前飛んでくんだって。ちょっと上に行かせて。くそー、もうキノコ1個使ってしまった。これ何回当てればいいんだっけ。待って、マジでぶつけこいつ。いや落ち着こう、ちょっと無言になってマジになるわ。クッパ様、このさ羽で攻撃できなかったっけクッパって。あ、できるできる、多分この羽の、あ、羽で火消せるんだ。ってことはこうしてったらめっちゃ楽じゃん。もう最初から羽があったら楽だったってことね。クッパ早くやられてくれ、あんまり近くに行きすぎるとやられちゃうからね。あ、もうこんなんレンチじゃん。よし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 。さあもうピンクオイを全部ちゃんと集めてきたよ。多分これでボーナスステージに行けると思うんだけど。やった来たね。ここ何あるんだろうな。どうせさ息アップとかそんなんばっかりだろ。もう僕は全然期待してないかな。あんなに苦労したのにこれだけですかね。まあ50コインとたくさんのコインと息アップが2個、まあこんだけで終わりましたね。いやでも本当に楽しかったこのコース。ピンコインを集めることによってめちゃめちゃ難しくなったけど、そうしなかったらすげえ楽しいコースだね。おすすめのコースです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ生物生存造形ということで、サムネを見る感じ階段上にバネと針を設置してるんだけど、あのバネがあったら先に進めぐらいどうやっていくんだろうなと思って、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.79%。 このコースは新しい一発マリオの世界が見れるような気がするね。でゴール条件はコインを18枚取ってからゴールか。いやそんなことよりもよ、どうやってこのバネ地帯を超えるかなんだけど、一旦乗ってってみようか。ただ跳ねるだけだと思うんだけどな。はいはい、なるほどね、隠しブロックがあるのか。ってことは隠しブロックが出るから右押しっぱで先に進む。まいね、しゃがじゃんだ、それ以外ないよ。しゃがみジャンプしたまま右押しっぱすれば先に進めるんだ。ぐえ、これ以上は分かんないよ、これ以外に何の方法があるっていうのさ。うるさい、早くやれ。じゃあ走ってしゃがんだまま右押しっぱ、こっからダッシュしながら右下押しっぱ、これでどうかな。お、来た。方法が分かれば
はこっちのもんよ。ダッシュからの右下、この辺からダッシュからの右下、多分これを何回か繰り返してこれさ、コインを18枚取ってからゴールって書いてるから18段以上あるんじゃないの。1段に1秒もかけてられないみたいな。それだったらめちゃめちゃ時間に厳しいよね。だからめちゃめちゃ急いで行かなきゃいけないんだよ。これ急いで行こう方法あるかな。もうこれ以外に方法ないんだよな。もう走ってってもダメだし、いやなかなかいいです。もうとりあえず時間切れになってもいいから先が見たいよね、どうなってるか。今8、9、10、いやもうやられたくねえよ。たぶんあと3秒しかねえのか。うわー、あれ以上早く行ける？もうこれ以上早く行き方が分かんないんだけど。あ、こっからも分かった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 かもしれん。もうね、隠しブロックを叩いて降りた瞬間速攻右ダッシュしていいよ。だからここで降りる、でこっからも右ダッシュからのしゃがみみたいな、これを連続でしていけばいけるんだ。攻略を見つけたぞ。多分ね、さっきのスピードで行くことができたらゴールができるような気がするんだよな。一段一段に1秒もかかってないような気がする。いやめちゃめちゃ調子いいよ。多分このままゴールをしてくる。何、目の前だ、ゴール、ここだ。あ、まだあるぞ。右のドアにあればいいのか。やったいや本当にすごいね、この一発マリオ。見たことあるようでないようなっていう感じのコースだけど、すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。